グッピョンは NTT レゾナントが運営するポータルサイト Q キ,キッズグーに登場するマスコットキャラクター。キッズグーアイランドに住まう長見民族の小学5年生でメインヒロインチョッピのいとこ。チョッピ、シャモ、サクラ、ミント、パリンちゃんと並ぶマスコットキャラクターの一人。一人称は僕で口癖はゴビに、なのさ。名前の由来は キッズグーの後ろについているグーを縮めた響きと、ウサギが、ぴょんぴょん跳ねる、期待後の、ぴょんと合わせたから。誕生日は7月23日、星座は、獅子座、血液型は、B 型、身長は42.195センチメートル、体重は8.848キログラム。白色のウサギに似た体格で、キリリとした眉毛が、印象的である。また、 赤色と青色のボーダーが入ったキッパーのような帽子が彼のお気に入りであり、トレードマークでもあるが、実は彼のリバーシブルアイテムであり、一目のつかないところで入れ替えている耳は長くてよく、動き、後ろから来たサッカーボールを耳でチャッチに成功したり、運動方面で活躍している。また視力は良い方である。本人は足が長いと自負している。 尻尾をつかまれると力が出なくなる。明るく、腸がつくほどの活発で研究熱心な頑張りや。その反面、やや天然ボケ活動感でその悪い癖から災いして、ちょっぴに怒られることも多かったり、シャモに一言もの申されることが多い。また彼女には、頭が来なく、彼女と初めての出会いでの冒険で、彼女に失席された時怖いと感じた時があったり、 彼女に出席された後急に素直になったりする時が多い。勉強は苦手ではないが、夏休みの最終日に宿題を片付けたり忘れ物をしてしまうことが多い。おまぬけさんである。かなりの大食い感であり、好物であるラーメンや、オレンジ色の飴に寿司など、美味しいものならいくらでも入れるほどであるが、あまりの大食いぶりに、ちょっぴりも呆れられている。また、 テマリロボというロボットのアニメが大好きで、クレヨンで絵を描いたり、テマリロボの人形を持っていたりと、相当なお気に入りである。テマリロボのアニメの歌詞を覚えている。テマリロボの絵について、シャモとコーロ論になったことがある。グッピョンゲームや、グッピョン漫画でもよくつまみ食いをするのだが、夏休みということで、キッズグーのメンバーに料理を作った経験がある。前日の通り、 うさぎに似た体格をしているにもかかわらず、人参が大の苦手である。逆にピーマン大好き。そのため、給食の時間に、シャモと人参を交換したり、ちょっぴの目を盗んで、月見団子をつまみ食いをしようとして誤って、人参入りの団子を食べてしまったりと、彼の人参の苦手さは旅を超えたものであるが、ピコピコハンマーで、自ら人参と戦うエピソードがあった。また、 彼の祖父であるおじいちゃんの雷も苦手だが、彼の憧れの存在でもある。ただし、グッピョンには、両親がいるが、母親は文字、あるいは影のみで登場している。ありがとうございます。